えー、インスタグラムで発達障害について情報発信しているサーフママです。ギフテッド発達障害浮きあふれる子の学ぶ権利を得られる教育の場を作りたいです。インクルーシブ教育の実現や子学び教育を改革を1年前に済ませるための最短給料を選ぶには何がいいと思いますかえっと外国アメリカとかに送り込んじゃった方がいいと思いますあの。基本的には日本ってあの出る杭が打たれる国なんですよ。 あの優秀な人を伸ばした方がいいよねっていう考え方とあのその要は多数派の人たちが一番幸せになる方がいいよねでちょっとぐらい遅れてる人を何とか持ち上げて多数派にした方がいいよねっていう国だったりするのでなので残念ながらそのはは日本は多分結論としてならなないですよねなので「のヒーローズっていう映画に出てくるあのヒロっていう役で出てくる日本人の。 えとマシオ岡さんっていう役者さんがいるんですけどでまあ,あの世間的には役者さんっていう捉え方してるんですけどあの人 IUM だったかなあのジョージ・ルーカスが作ってる CG 技術の会社のスタッフでもあってで大学も飛び級で入ってる実はギフテッドの人なんですよ。でなんかすげえ金儲けて自分で映画のプロデュースとかもあのマシオ岡さんやってたりするんですけどでじゃあ親が確か「あこの子ギフテッドだわ」って気づいて日本で生まれたんだけどアメリカのギフテッドのスクールに入れたんですよね。 なのでその結果大成功してる、あの、やったーの人なんですけど、なので、あの、日本でギフテッドだった場合って、残念ながら日本では、あの、いい成果を出さないことが多いので、なので、とっととアメリカに入れちゃった方がいいんじゃないかなと思います。あの、結局その、多数派であることが正しいっていうので、まあ、その、あの、 みんなでこうゆっくりとこう沈んでいるところが僕は今の日本だと思ってるんですけど要はその少数で多数派と違うことをやった人って結構うまくいって楽しく暮らしてたりするんですよ。 その要はあのなんかじゃあ自分で事業をやりましたとか海外に行きましたですごく楽しいですって人いるんですけどでもその日本って全体としてはその多数派の人たちがやるそのなんか普通に大学行ってなんか普通に企業に入ってあの安い給料で働かされてなんかサービス残業とかでなんかあの給料低いもも抑えられるっていうのが当然だよね。 っってていいうううとところで当然っていうのをその維持しようとするなぜなら自分もそんなに苦労してるんだからなんかあの楽な道進んでるやつっていうのはむかつくからそういう人は認めたくないみたいなのがあるのでなのでそのギフテッドだったりそのマジョリティがやそが多数派がやらないことっていうのは基本的に否定するもしくは無視するっていう方向になりがちなんですよね。 あのまあ、最近面白いなと思ったのがアメリカ人って世界中どこにいてもアメリカ人が被害を受けてるって分かるとそのアメリカの国って出張ってきてその国と喧嘩してでもアメリカ人の命を守ろうとするんですよ。 あの、えっ、ー、と、北朝鮮で、その、なんか、あの、拉致られたって言われた人がいたんですけど。で、それも、結局、あの、アメリカ大統領、トランプさんが、その、北朝鮮と交渉して。あの、取り返してきたんですよね。で、あの、他の国とかでも、割となんかあると。あの、海上、あの、その、あの、マリーンとか、次はあの、アメリカの軍隊の人たちが。バーっと行って、アメリカ人だけ確保して帰るみたいのがあって。なので、あの、戦争地帯とかで、よく、紛争地帯とかで、よく言われるのが。あの、本当に紛争地帯で。 困ったことになったら日本大使館に行くよりアメリカ大使館に行けっていう。今その日本大使館の場合って困っても何にもしてくれないんですけどアメリカ大使館の場合はそのあそこに困ってる日本人とアメリカ人がいるっていうとアメリカ人を助けるためにあのそのあの金額とかコストとか関係なく出張って助けてくれたりするんですよ。なのであのアメリカ人が死ぬんだったらあのどこでも出張るぜっていうのがアメリカの考え方なんですけど。 今回そのあの日本人でも日本に帰国しちゃいけないっていうはあの政策をやろうとしたんですよね日本政府がから例えばそのじゃあ、えっと、インドに住んでますとで何かの病気になってもうインドの病院だと治療ができませんなので日本に帰りたいですっていう日本人がいたとしてもあの新規の航空便の予約が取れませんっていうふうにし,しようとしたんですよね、まあ、そのの政策撤回したんんですけどあの昨日の夜かなんかなに なのでその本来であればその外国人がその来るとあのコロナのオミクロンとか広がっちゃうから良くないよねっていうのがあるんですけどでも本当に困ってる日本人がいたらそれは日本人なんだから助けるべきだよね。 いやそれ理由としては日本人だからって十分なんですよ別にそのコロナとかオミクロン何とかしなきゃいけないのはあるけどでも別に日本人なんだからあのベストな状態で日本人の生命を守るべきだよねっていう風に言われてアメリカだと考えるんですけど日本だと外国で困った日本人がいてもそれは多数派の日本人ではないのでインドでそのまま死ねばいいんじゃねっていうふうに考えたりするんですよ。 ではその日本人なんだから外国に住んでる人でも助けるべきではなく多数派ではない日本人なんだから別にそいつの命はそんなに重くないよねっていうふうに割と考えたりするのでなのでなかなかそのギフテッドだったりちょっと発達障害だったりっていう人たちが幸せになるっていう構造を日本に作るのは難しいんじゃないかなと思いました。